本作竜巻は満州事変の勃発、そして国際連盟の脱退と国際的な孤立を深めていく当時の日本の不穏な状況を具体的に表した一作です。この作品を皮切りに、劉氏は連作太平洋というシリーズを毎年描いて、戦時色が濃くなっていく時代を作品に表していきます。画面にはサメやエイ、タチウオ、カワハギ、クラゲといった海の生物が描かれています。しかも海を泳いでいるのではなく、竜巻に巻き上げられ、空から降ってくるという奇想天外な光景が描かれています。太平洋上の覇権をめぐる日本とアメリカの緊張感が高まっていく情勢を、劉氏は太平洋上に発生した竜巻という自然現象に寓意的に表そうとしたのです。本作は当時、今年の問題作とメディアを賑わせ、作家の井伏鱒二は、気の弱い子供はこの絵を見て泣き出すかもしれないとコメントするほどの衝撃を鑑賞者に与えたようです。さらに、本作が高さ 3.5 メートルを超える大作であったことも、鑑賞者を驚嘆させたようです。しかし劉氏は、さらに3作描こうとしたが、アトリエの天井が目いっぱいになってしまうため断念したと、もっと巨大な作品にする構想があったようです。